ターボアウトランは、1989年2月11日に、日本のセガから稼働されたアーケード用、レースゲーム、同社のアウトランの続編にあたる。前作とは異なりアメリカ合衆国を舞台としており、フェラーリ四42のオープンカーを運転して、ポルシェ959を模しているライバル車と競いながら、ニューヨークからロサンゼルスを目指す内容となっている。当初の稼働時は、 大型筐体を使ってはいたものの、筐体は動かない仕様であった。後に、これを流用する形のアップデート的な改修がなされ、その筐体では、車の動きに合わせて筐体が動く、体感ゲームの要素も付け加えられた。開発はセガ第5前2時研究開発部が行い、本作はメガドライブ用ソフト、バーミリオンを手掛けたスタッフによって制作され、ディレクターは浜垣博 ゲームデザインはバーミリオンにて、プログラムや、あとにバーチャストライカーを手掛けた、三船里氏、音楽は川口博士と高木康博が担当している。1989年に、欧州にて、アミーが、アンストラット CPC、アタリ ST、コモドール64、ZX スペクトラムに移植されたほか、日本国内では、FM タウンズに移植された。 1990年には北米にて PCAT5 換気に移植され、1992年にはメガドライブに移植された。アーケード版はゲーム誌、ゲーメストの企画、第3回ゲーメスト大賞にてベスト VGM 賞5位を獲得した。本作が登場した1989年は、戦術したセガの体感ゲームシリーズが絶頂期を迎えていた頃である。 当時のゲームセンターでは、スペースハリアーやアウトラン、アフターバーナーといった大型稼働筐体の機種が現役で稼働している中にあって、本作のメインの筐体はあくまで非稼働ボックス型のコックピットタイプだった。一部に初代アウトラン筐体をアップデートした稼働タイプも見られたものの、数多くは出回らなかった。また、アウトランのデラックス筐体の赤パネルを 専用ジロパネルに乾燥したデラックスタイプ筐体が存在する。この頃はまだゲームに実車の名称を使用する場合であっても自動車メーカーとの間のライセンス契約等も確立されておらず、フェラーリカイ40やポルシェ959やミニクーパーやポルシェ911といった早々たる名車を登場させるなど現在では見ることのできない演出がされている。また、 このゲームが発売される前年、フェラーリの創設者で、カイ4 0が自ら手掛けた最後のマシンとなった、エンツオ・フェラーリがなくなっており、本作のコックピットタイプの筐体には、白いレタリングで、レクイエム4、エンツオ・フェラーリと刻まれていた。初代アウトランのヨーロッパから、今度はアメリカに舞台を移して、フェラーリカイ4 2のオープンカーを運転し、 ポルシェ959を模しているライバル車と競いながら、ニューヨークからロサンゼルスを目指す。全16ステージあり、各ステージには制限時間が設けられ、時間内に通過しないとゲームオーバーとなる。前作と比べるとコースに分岐がなくターボが使用可能など大幅な変更が加えられている。ターボはターボボボタンを押すことで下級が開始され、 一定時間爆発的な加速が得られる。プレイ中何度でも使用可能であるが、連続で使用するとオーバーヒートしてしまい、オーバーヒートしている間は使用できない。また、第4、8、12ステージの最後にチェックポイントがあり、各チェックポイントでは3種のスペシャルパーツ、ハイパワーエンジン、ハイグリップタイヤ、スペシャルターボからいずれか1つを選択して、自社の性能を上げることができる。 なお、ライバル車より、チェックポイント通過が遅いと、助手席の彼女が、ライバル車に移動するイベントもある。ニューヨークからスタートしロサンゼルスまで、アメリカ本土を西に向かって横断するコースとなっている。ここでは便宜上チェックポイントごとに、各セクションで区切って表示する。ギアが茶通常なら、路肩を走行すると速度が落ちるが、マニュアルシフトを選択した場合、 ハイギアで走行中にテンポよくギアを、ロ、ハイに入れると速度が落ちなくなる。ギアガチャにハイギアで走行中、テンポよくギアを、ロ、ハイ、ロ、ハイと切り替えつつ、ハンドルを激しく左右に切り続けながら走行すると、通常より速く走ることが可能である。本作では BGM は選択式ではなく、各チェックポイントごとに BGM が切り替わっていた。 スタートからゴールまでの4区間にそれぞれ違う曲が用意される。標準筐体と可動筐体では使用される曲は同一であるが、曲順が異なる。st1st4、shake the street st5st8、dash,a difficulty st9st12、フーアー・ユー st13st16、 Keep Your Heart ST-1ST-4 DASH A Difficulty ST-5ST-8 Keep Your Heart ST-9ST-12 Shake the Street ST-13ST-16 FURU 初代アウトランのフュージョン帳とは打って変わりハードロック色の強い曲調となっている。また各チェックポイントでは画面左上に SST バンドを思わせる バンドの面々が登場して、セガのシューティングゲーム、ファンタジーゾーンのショップ面のアレンジ曲を演奏するというデモも用意されていた。北米版コモドール64では、ユン、電話作曲を担当している。ゲーム誌、ゲームエスト市場で行われていた、第3回ゲームエスト大賞において、ベスト VGM 賞5位を獲得、年間ヒットゲームで13位を獲得した。ありがとうございます。